ウベア島の地図ウベア島、ウベア島、指や、英語では、ウォリス・ウォレス島は、フランス領、ウォリス・フッツナの島。ウォリス・フッツナで最も大きく、人口も多いため、島のとまたウッドには、同海外領の首都が置かれている。ウベア島は、面積77.5平方キロメートル、周囲50キロメートル。島の最高点は131メートルの路下山である。 島内にはいくつかの湖があるが、これは火山起源のものであり、ラロラロ湖のように、ほぼ完全な円形と垂直な崖を持っている。ウベア島は、ウォリス・フッツナのもう一方であるフトナ島及びアロフィ、島から北東に240キロメートル離れている。ウベア島の周りには、干渉が広がっており、15の小島が浮かんでいて、ウベア諸島を形成している。 考古学的な調査によれば、ウベア島には1400年頃には人類が住んでいた。13世紀から16世紀頃まではトンガ大市長国の一部だったが、やがてついトンガの影響力は弱まり、ウベア独自の王朝が成立した。ウベア島は1767年8月16日にコーンウォール人の探検家、サミュエル・ウォリスによって発見され、 この島はオリス島と名付けられた。1842年4月5日、ボリス政府はフランスの保護を要請し、1887年4月にフランスはこの地を保護領とした。1959年の国民投票により、1961年にウベア島はフランスの海外領となった。ウベア島の人口は1万71人で、住民のほとんどは、 ウベア語を話す。住民のほとんどはローマカトリックを信仰する。首都は東海岸のマタウトゥウベア島は西のヒヒホ、東のハハケ、南のムアの3地区に分かれている。ウベア島北部のヒヒホ空港へはエアカレドニアインターナショナルが定期便を運行しており、マタウトにオフィスがある。ありがとうございます。